今日はレコーディング後のファイルの波形についてちょっと考えてみたいと思います。私もちょっと疑問に思っていたのと、昨日プレイヤーさんと喋っていて、この中心を境に上のこの波形とですね、下の波形、形がちょっといろいろ違うんですね。で、大きいのや小さいのはまあ音量の幅なんですけれども、プレイヤーさんの意見としては多分倍音成分じゃないのというようなことをおっしゃってました。で、私としては多分マイクのセンターに立っている位置から楽器が例えば左左右に触れた時にこの音量の幅が上下違うのではないかなと思います。で、今からちょっと実験してみたいと思います。それでは実験してみたいと思います。マイクのこの中心に対してサクソフォンのこのベルがど真ん中に来るような状態でまずは録音してみたいと思います。それではマイクを時計回りにだいぶ動かしました。この状態で音を取ってみたいと思います。今度はマイクを反時計回りにかなり動かした状態で撮ってみたいと思います。では先ほど撮った音を聞きながらいろいろ考えてみたいと思います。まず左側からいきます。これがマイクのど真ん中で吹いた場合ですね。まあ、3つの波形を見比べるとやっぱり真ん中中心に波形が揃ってるけど、やっぱり上と下はいろいろ違いますよね。で、次はですね、時計回りにマイクを回した感じなので、かなりマイクの右寄りで吹いてる音です。これも、上下もちろん違って、音の高さでも違うんですかね。今度はマイクのかなり左側の音です。これ第3弾やる必要があります。もしかして低域と高域かもしれません。ではレコーディングの波形の謎に迫るので、中低音なのか高音なのかで波形のこの上下の波が変わるんではないかというちょっと考察で、まず中低音で録音してみたいと思います。では中高音で録音してみたいと思います。波形のまとめです。ど真ん中で吹いたものがこの1番目と4、5のファイルなんですけれども、そうすると、まあ、上下大体、まあ、ばらつきはもちろんあるんですけれども、同じようなこの平行な感じに対して、こちらがマイクの、左側、こちら右側だ、やっぱり左右の、吹いてるバランスの位置で変わるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどう思いますか。倍音じゃないんですよね。これ中心ですね。で、ちょっと飛ばしましょうか。今のマイクの左側です。今度は右側です。そして中低音です。そして高音と中音。
まあ、私の意見としてはマイクの、撮ってる場所によってその左上の波形が多分マイクの左側、あ、でもこの辺伸びてるんですよね。でもこっちとはこっちやっぱちょっと違うというのが何でしょうね。分かる方は教えてください。それでは失礼いたします。